さん、はい、鳥の木からお届け札幌人図鑑。皆さんこんにちは。こんにちは。札幌でご活躍の方を1年365日毎日ご紹介しております札幌人図鑑、私案内人の福津京子です。そして今日のゲストはサプライズ怪人のマスクド X さんです。はっはっはっは、私がサプライズ怪人マスクド X だ。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。私どうしたらいいんだろう、こういう時ね。どう、普通にしてればいいです。普通にしてればいいですか、うん、普通にしてればいいですね。いつもマスクしてるんですか。してますよ。これマスク何枚ぐらい持ってるんですか、うん、だいたい11枚11枚11枚持ってるんですか。今日なんかこうちょっとよそ行きマスクなんですかね。見るとわかるんですけどね、はい、鼻と口が大きく開いております。はいはい、これ食事用インタビュー用そうです、呼吸のしやすいトレーニング用。ああですね。そうですね、もっとやっぱりこうちょっとフォーマル感のあるのっていうか、こうちょっとこう、ショーアップした時のはここもっと隠れてるか。そうですね、あの生地で隠れてる分こう、うん、色が派手派手ですからね。あ、で顔も隠れてる分誰だか分かんないですからね。うん、これで本当食事もできます？もちろんです。カレーライスも食べれるんだって。食べれますよ。これってオリジナルなんですかね。やっぱごめんねマスクばっかり。これもちろん、うん、あの自分である程度はデザインしてもらって、で近所にマスク職人。マスク職人。近所に住んでるんですね。そんな人いるんですか。でその方にお願いして作ってもらってますね。おもろ、うん、マスク職人も紹介してください。あ、紹介します。いろんな人いるね札幌に。さあ、マスクド X さんの活動も含めて今日も3つのキーワードで伺ってまいります、はい、今日ご用意いたしました3つのキーワードこちらになります。じゃん、じゃん、ジャングルジムで鯉のぼり、ジャッキーチェンになりたかった、札幌の娯楽文化に革命を起こす。はい、今日この3つのキーワードで伺ってまいります。はじめにですね、まあマスクド X さんって何やってんのってとこなんですよ。ちょっと自己紹介でどんなことされてんですか。今まで、10年間はマジックショーをするマジシャンだったんですけどね、うん、マジシャンだったんですけど、今12年目なんですけどね。12年目、まあ、10年やったからマジシャンはいいやということで、うん、もうさっき言った通り、うん、サプライズ怪人ですから。サプライズ怪人、驚かす、うん、楽しんでもらう、うん、もうマジックに限らず、うん、もう YouTube 動画、うん、面白動画撮ったり、面白動画いっぱい作ってるって聞きましたよ、そうです、うん、あとはこうジャングルジムで、はい、この鯉のぼりをして、要するにこう縦のポールに横にこう、そうですそうです、トレーニングして、はい、で子供集めて、子供喜ぶでしょ。子供喜びますよ、ね、できないですからね、うんうんうん、そういう驚き、はい、日常からの驚き与えますよ。なんか山駆け登る動画もあるって聞きました。山もあの、うん、崖をよじ登るのもありますし、はい、タルマイガロウに、ね、こう入って泳ぐ北海道の素晴らしい自然を全世界に YouTube を通して発信していますから、そうか、あのびっくりサプライズだけじゃなくて、北海道の自然も、そうですよ、ね、北海道の自然が見ましたから、この私は。あ、そうなんだ、おいら北海道生まれだから。そうです。あ、おいらを育んでくれた自然の素晴らしさも、そうですよ、 YouTube でアピールすると、はい、そんなことしてんだって。じゃあもうすごい体も鍛えてますもんね。そうですね、暇すぎてちょっと、うん、トレーニングしてきましたね。モリモリなんですけどもね。10年もねマジックやってきたってことなんですけど、これ本当に筋金入りでですね、なんか海外でフロリダでマジックコンベンションでテーブルマジック部門で準優勝ということ、おめでとうございます。素晴らしい。これ素晴らしい、すごいんだって。日本人初ですね。日本人初、うん、これどんなのやったんですか。これは、アメリカなので、はい、忍者の格好をして。なるほど。忍者って書いた和服を着てヌンチャクをやって、ああ、それが和傘になって、ポンと和傘になって、ヌンチャクパーッパーッと和傘が出てきて、和傘になる、はい、そして顔のところから和傘を避けると、うん、鬼の面になって、こう、うんうんうん、そこからトランプのマジック、トランプのマジックが始まる。でおまじないもあのオリエンタルテイストで、ちょっと不気味な
感じの おまじないの仕方とか、もういろんなね、こう規制を出したりとか、うん、そういうのはやっぱりアメリカ人怖がりますからね、不気味がりますから。そうですか、はい、よかったです。怖がってくれる感じだった。本当に本当に日本に忍者いるんだなって、うん、それぐらいのことはやんないと勝てないですからね。すごいね、うん、やっぱりこうエンターテインメントの本番に行くときにはそういう演出をいろいろ考えて、まあ、あの家から忍者の格好で行きましたからね。飛行機も全部。そうなんだ、はい、面白いね。税関止められなかったですか？あの帰りヌンチャク募集されたんですね。そうなんですね、その募集したその警備員ですか、はい、すごい嬉しそうにヌンチャクやってましたよね。自分欲しかっただけなんですよ。あれ本当だ。募集したのって帰ってこないの？帰ってこないですね。本当ですか？もういいですよ、もう喜ぶならあげますよ。そうだ、ちょっと YouTube 動画、さっきの面白動画なんですけど、結構収益も上がってきたってね。そうですね、あの収益をオフからオンにして、はい、で関連動画に出す方法とか設定とかを調べたら収益が上がりましたよ、うんうん、そうなんだって。一月2000円とか。そして今は、やっぱりパーティーとか宴会なんかで呼ばれることが多いみたいでね、うん、そうですね、うん、あの年末年始はもちろんのこと、はい、もう年末年始関係ない、うん、もう何人かで集まるパーティーとかでも行きますから、はい、うん、呼びたまえ、はい、お呼びください、お呼びください。教室もされてるって。そうですね、個人レッスンやってますよ、手品の。あの自宅だったりその辺のカフェだったり、まあ、空いてるスペースで個人レッスンをするんですね、はい、手品の。でその人のやりたいマジック、はい、その人に合ったマジックを、はい、僕が教えてますよね。手品始めて 2,3 ヶ月で、うん、もうずっとレッスン受けて、で東京のマジックバーで働いてる人もいるんですね。本当ですか、マジックってそんな3ヶ月ぐらいでそんな上手になります？効率よく覚えれば大丈夫です。簡単なことを、大したことないことをすごいように見せる技術、うん、それが大事ですからね。ちょっとした一芸あったらね、会社でも盛り上がりますから、うん、なんかそういうね、サロン的にも教えていただけるそうなのでね、お問い合わせいただきたいと思います。さあ、マジシャンとして、そしてサプライズ怪人としてですね、今活動されているマスクド X さんなんですけれども、じゃあ、 あのそもそも話をね、はい、2つ目のキーワードで伺っていきたいと思います。2つ目こちらになります。じゃん。